はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは前回の続きからやっていきたいと思います。もうアルムですね。どんどん進めていきましょう。ここは要塞って書いてあったね。要塞攻略戦、この要塞を落とせばとうとうリゲル城だ。いわばここはリゲル軍にとって最後の砦、死に物狂いで抵抗してくることだろう。気を引き締めていこう、アルム。あ、そうだね。なんか来た。素晴らしい。お前か。よく来たな、ソフィア解放軍の諸君。お前はスレイだ。その通り、歓迎するぞアルム。まったくお前には驚かされる。あの田舎の村の小僧が解放軍のリーダーとなり、とうとうこのリゲル帝国まで手に入れんとするとは。いや素晴らしい。これぞ英雄譚だ。そんなことより、なぜお前がそこにいる。お前はドゼの手下だったはずだろう。それは今の私がソフィアの騎士ではないからだ。なんだって。あの腰抜けのドゼのせいでお前たちに城を追われた後、私はリゲルに亡命したのだ。腐ってもソフィア貴族のものでね。私の情報をリゲルは高く買ってくれた。おかげでこうして今や要塞の守備を任されている。スレイダー、貴様、恥を知る。それでも誇りあるソフィア貴族の一員か。はっ、誇りで腹が膨れるものか。そうだクレーベ、私は昔からお前が気に入らなかったんだ。誇りだなんだ、綺麗事ばかりを並べやがって。この世はな、正しさだけでどうにかなるほど甘くはないんだよ。なんだと、甘いのはどちらだ。そんなことは百も承知している。だが不条理にくじけ、理想を求めぬ者に勝利などあるものか。スレイダー、私たちは決してお前に負けたりはしない。確たる理想も持たず、目の前の困難からただ逃げ続けるお前などにな。クレーベ、うるさい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 。この後に及んでまだそのような行けお前たち、ソフィアの連中を皆殺しにしろ。二度とあのような世まい事を吐けぬよう口を切り裂いてやるがいい。まあ、クレーベもね、偉そうなこと言ってるけど、君は戦闘に参加できないからね。マップを見ると、これマジ要塞だな。どういう構造。この中から突っ込んでいかないといけないの。これはあれだね、右か左、これどっちかに寄った方がいいね。右から攻めるか、ま、適当だけど右にまず寄せよう。ロビンも右にして、ま、ペガサスナイトっていうかファルコンナイト系は多分すぐ合流できるから、こんなものでいいかな。よし、一旦これでいきましょう。射程距離がやっぱり半端ないな。ロビンをね、先行させたいんだけど、射程には入らないか。こいつのね、魔法防御が低いっていうところがね、ちょっとネックなんだよね。かといってね、マチルダとかはね、射程がないから攻撃はできない。ドルカとかもな。魔法攻撃を食らうと死にそうだからな。エフィはね、このサウニオンがあるから多少離れて攻撃できるけど、一旦これでターンを終了しよう。あ、動いてこない。ってことはどこら辺だ。ギリギリから攻撃したい。ここからいけるね。魔術師系は倒せるか。
やっぱちょっと魔術師系は排除しておきたいからこいつにしよう。あ、そうだまた戦闘アニメがオフになってたね。だってマチルダとかさ前線に出してもさどうにもならないよね。いけないんだもん。一応ここに入れとくエフィー、うわこれやばい、エフィーはやばい。でシルクでじゃなくてティータか、あれを持ってんのは、リブロを持ってんのは。回復しつつここでもう戦うしかない。どれくらい食らう。おお、よしよしよし。またここはちょっともうロビンに無双してもらうしかないな。いいねいいね、ロビンに攻撃してくるのであれば反撃ができるから。そしてクリティカル率も高い、一発でいけるね。ここら辺の敵はちょっと一掃してもらおう。クリティカルは出ないか、もう一回、よしよしよし。クリティカルはね外すことがないっていうのがでかいよねただその間にも経験値も全然手に入んねえな。来た、まだ来るか。いいねいいね、このピンクの枠がどんどん減っていく行くぜ。ただね2ダメージでも塵も積もれば山となるんで、やっぱり回復はした方がいいな。おお、こっちのこっちのマス目が、でこいつはあれだね、マチルダとかに任せよう。って言ったら少し先進めましょう。でリブローで回復をさせると。ありがとう。ここからはさすがに届かないよね。え、どうする、これをロビンをもうちょっと一個左のこことかにさ寄らせて排除していこう。あ、それでいいじゃん。次ここマチルダはじゃあ上に行こう、そのままで合流できる感じで。ジークを、いやジークっていうかあれだな、エフィーを連れていこう。でクレアはまあなんとなくどこにでも行けるように多少こんな感じで、でそうだな、こいつらはこっちから攻めよう。でまあ、アルムとかグレイを真ん中から突っ込ませるか、魔法部隊かな。そうすると最近活躍できないからな。来るね、あとはこれをしのげば OK。 そうか、支援があるから命中率とクリティカル率が上がっている。いいね。 あれこいつってさこれ以上ルドルフ陛下に近づくことはまかりならボスだよね痛い、銃ほら、キラン出ない。でもさ次倒せそう。どれくらい食らう、6か、まあまあ食らうね。で倒そう、もうさらばだミューラー。これで終わりだ。ボーナイトとしての格の違いを見せてやる。これまで陛下申し訳ありません。よしレベルアップ行こう。銀の弓か、ま、キラー棒の方が使えるからね。でまたちょっと回復をしてあげましょう。助かったぜ。ミューラーとか速攻で落ちたな。まあ攻めていくか。
ちょっとヒットポイントが減ってるのが気になるけど、こいつはまだ食らわないよね。ここだと大丈夫。来た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 、カモが来たよ。おお、クリティカル出ない。マジか、 90% かわしてくるか。あ、スレイダーではないか。無駄無駄無駄。で、アルムとか弓届かないもんね。あ、これ届くじゃん、アルムの奥義。消費ヒットポイント16とか半端ないけど。くらえ、96。その代わりめちゃくちゃヒットポイントを削られた。まあ、これはシルクで回復をさせましょう。あ、間違えた、ロビンにしちゃったよ。まあいいや、ありがとう。シルクだからティータでじゃあ回復するか。弓兵は特攻もまた、今度こっち。完全にスイーパーだなこいつは。掃除屋。スレイダーも倒しちゃおう一応。わあ強いね。アルクバリスタは全然ダメだ。なんか戦技体当たりしかないのか。まあ普通に倒しますか。じゃあそんなバカな、ジクシャジクシャ。これでスレイダーも終わりか。特に何も言ってこないんだけど。じゃあジークをここに置いて、ま、援護でまたやるか。そうするとこいつら本当にもう何の戦闘の参加もしないな。一応動かしてはおきましょう。でこうやってカモをおびき寄せてぶっ倒すと。行くぜ。来るね来るね。バカね。これでも食らえ。俺だってできるんだよ。まあ、ジークだったら全然大丈夫でしょ。かわされた。さてさてさて、じゃあロビンはまた一番左のところを掃除しに行きましょう。ティータリブローがあるんで回復をしておいて。助かったぜ。アルムとかどうしようかな。一応上に進めるか。グレイはちょっとここからじゃあ突っ込むか。意味あるか分かんないけど。もはや意味なさそう。あ、ここ食らうからまずいまずいまずい。で、ジークで4残るか。少しジークのなレベルとかも上げておきたいからな。エフィで攻撃をして、よし、これで削ってからのジークでとどめを刺すと。で、マチルダも先へ進めよう。こいつはもうここに置こう。で、いいやもう。他の人たちはもうかわすね。なかなかやるだろ。強すぎでしょ。ほんと強い。ほんとこのゲームはさ、誰か一人無双キャラが際立つよね。
でもまあそいつに頼るしかないからね、しょうがないんだよ。弱いやつを前線に出してもさ、死ぬだけだから。掃除屋にさ、掃除してもらうしかないんだよ。どんなもんだ。であとおこぼれを頂戴するみたいな。ちょっと減ってきたね、マチルダ。まあ全然大丈夫な範囲だけど。修行が足りんようだな。で、あとは一体こいつだけか。よかろう。もうこいつはマチルダに任せよう。まあ、バロンは硬いね、やっぱり硬い。ただこれで終わりだ。無駄。私に勝てると思ったか。これが我々の実力だ。ロビンとかすっげえな。そうか、ルカとかクレアとかってもう経験値99になってたのか。なんか動かしとけばよかったな。次はルドルフか。ルドルフをやる時間がないんで、で一応なんかね、こっちの方にね、あああるみたいですね、秘密の祠。10人までしか出ないか。ルカはいいかな。ジークはちょっと出しておきたいな。誰かを外すか。なんか外したい人がいないんだけど。デューテー外しとくか。よし、これでいこう。人目を避けるかのように隠された不思議な空間、封印された秘密の祠。この場所は何のために作られたのだろう。これは守備。まあ、アルムキコをあげて、でロビンあげよう。前線に出てもらうからね。あれ、もう一回いけんだっけこれ。じゃあロビンもう一回あげちゃおう。こういうのってなんかあんのかな。なんかなんもねえな。じゃあここ何があるのそもそも。ん、この奥とか。あ、いけるね。え。ミラとか別に何も。あ、そうか、グレイは村人になれるんだ。パラメーターはね、そのまんまだからね。村人に戻ってまたレベル上げをすると強くなるっていう、そういうあれか。奥に行けますね。行きましょう。あれ、これは復活の泉系か。そうすると形的にこれ何、これネクタル。なんか良さそうな飲み物だね。これは金か。あ、今手に入れた。なんか地面が光っててさ、地面と同化してわかんねえんだけど。復活の泉だよねこれ多分。あ、そうだよね。もうクレーベ、パイソン、リュウとフォルスか。いいわ。ちょっと誰かが事故死した時のために取っておこう。ここも、もうマチルダとかさ、ロビンがさ事故死したらもう終わるからねこのゲーム。これだけかな。一応ここに復活の泉がありますよっていうところになるのかね。こいつらとか何なの。おお、いよ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 って奇襲されてしまった。しかも普通の敵だし、しょうがない。うっ、強え。何これ、ハンターボレー使おう。盗賊レベル25。俺だって。よし、やったぞ。ヒットポイントは高い。調子よさそうだね。危ないからな。いつでも来い。こいつらは死者ってことか。クリティカル一発で倒せないってなるとやっぱりヒットポイント高いんだよね。アルム、弓でしか攻撃できなそうだな。あんまりね、この弓もね、やつ立たないんだよね。
すげえいいかって言われると、まあ、ないよりはあった方がいいっていう感じだから。剣は剣で装備できて、弓は弓で装備できると多分めちゃ強いよね。射程の長い弓を装備させればいいわけでしょ。楽勝だったな。剣を外してまで弓を装備させるかって言われたらね、それはまたね違うと思うんだよね。やっぱり秘密の祠は復活ができるということで、覚えておきましょう。あれ敵が出てきた。もうどうでもいいけどさ。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はルドルフですね。軍団戦力2139、うち今いくつなの ?1500 とか。全然こっちの方が強いんだけど。まあ、次回はルドルフ戦の方をやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。